小から大木子です。すみません、私はですね、この西田商事事務所に昨日電話した荒牧康彦と申します。その電話したのは何かと言いますと、大阪の、ヘイトスピーチ条例に至って、ちょっと国宝のヘイトスピーチ法を作った自民党の西田昌司議員にちょっとお話を、勉強がてらお話をお伺いしたいと思いで、電話させてもらったんです。そしてそしたら西田事務員の人間が、西田昌司はいつ帰ってくるか分かりませんと、だから私はいつ帰ってくるか分からへんのでしたら、またいつでも帰ってきたときにお電話くださいと電話番号を言ったら、なんと、いや人がいっぱい待ってるから、もし帰ってきたとしても人がいっぱい待ってるから、だからあなたは会うことできませんって言われたんです。だから私は、いや順番待っときますんで、一番最後で結構ですんで、何日でも何月でもいいから、とにかく電話番号を教えておきますから、だからお電話くださいと言ったら、なんとね、警察に通報します、怖いですって、私警護使ってね喋ってるにもかかわらず、電話でね物を聞くのにね、小田原区長でね言うほど私はね人間ね下手じゃございませんよ、警護使ってこうこうこうだからって言うて、怖いと感じた私が怖いんです言うて、いきなり電話切って警察に通報しますって言うて、ほいで何歩電話しても出ないんです。ほんで折り返し、それから30分後ぐらいに電話かかってきて、なんて言い出したかって言ったら、もう警察に通報したんで、今後電話してきても警察に通報します言って、ほんで僕の電話いきなり一方的に切って、そして僕が何歩電話してももう出ない、番号で通知されてるんでしょ。ほんで今度自分の自宅の、僕の家の携帯からじゃなくて家の電話番号からかけたらっているんです。ほんで何や言うて言うたら、私の話を聞いてくださいよって言うて、言うても聞かない、もう怖い、警察に通報しました。こんなことあります？国政議員の事務所ですよ皆さん。私びっくりしました。こんな人間がね、ヘイトスピーチ法を作った張本人です。そして北朝鮮に加味してるあの有田芳生と笑顔で握手してヘイトスピーチ法を作ったんですよ、この人。笑顔で握手してるシーン写真に写ってますもん、乗って上がってますよ公の場に。私はね、多くの保守はみんな怒ってると思います。一般の国民、日本の常識を扱えたね国民は、日本人は怒ってると思います。なぜならこの西田昌司という議員、私は応援してたんです。多くの保守の日本人、いわゆる保守じゃなくても一般の常識持った日本人であれば、よう言うてくれたという場面も多かった。だから我々はね応援しとったんですよ。でもヘイトスピーチ法というね、日本人の言論を弾圧するね法律を作った、この時点でね、我々保守、普通の一般人の私も踏まえて、多くの日本人ががっかりした、失望した。これが西田昌司ですよ。この人ね、青山さんとの対談の時に3年前なんて言うたか、我々が北朝鮮から公園を奪還した時にね、何を言うたかって言うたら、こういうことを、差別を楽しんでる、差別を何ぶっぷん話の場にしてるみたいなことを言うんですよ。僕びっくりしました。どこの世界にね、ぶっぷん話でね、逮捕されて仕事を失って店潰れて、ほんでまた逮捕されてって、そんなことね、うっぷん話でするような人、この世の中におるんですか。私はそんな人間がおるんなら会ってみたい。西田昌司議員はそういうことを青山さんとの対談で言ってたんですよ。私はこの人のね、なんと物事の資料の浅い、物事を深くまでちゃんと見ない、考えない、そして相反する我々の言い分は聞かない、我々がなんでこういうふうなことをしているかっていう言い分は聞かない、一方的な自分の想像でそういう法律を作った、こんなやつがね、こんな人間が議員になっていいと思います？そしてこの事務所のこの対応、私はびっくりしましたよ。本当にがっかりです。失望してます、この西田昌司には。はっきり言って日本人のための国会議員じゃないじゃないですか。
日本人の言論弾圧の法律ね作って、その時の原因になったきっかけを作った我々のことには一言も意見聞かないで、そして我々のことを一方的に何て言うか嘘話、ふっぷん話やと、こんなこと言うんですよ。そんなことに体張ってね、店潰してまで、仕事を失ってまで、刑務所行ってまで、逮捕何回もされてまで、やる人間ってどこにおるんですか。金もらっても見なしませんよ、興味。なぜするか、そこに大義があるべきからでしょ。この国を憂いでるもんがあるからでしょ。うすうすでもこの西田昌司議員は分かってるはずなんですよ。にもかかわらず、我々には聞こうとしない。おかしいじゃないかと。何かそのヘイトスピーチ法を作ったら何かメリットがあったんか、あるんか、あなたに。本当に国のことを思う人がやるような行為かと。私は言わなかったですよ。あの3年前に、そういった法を作った時にこの人が。言わなかったけども、いい加減に今回私は教えてほしいから、条例に対して、また話してなんだいかんからヘイトスピーチ条例に対して、だからそれの上の部分であるヘイトスピーチ法、国王の方をいろいろ聞きたかったから電話したのに、この事務員の対応何なんですか。いきなり通報しましたからって電話出ないんですよ。通報って、私もねバカじゃないんだから、お前らどの子の言うて電話すると思いますねえ。そんなやった話にならへんやん。嫌いで当然やん。だから、教えてほしいから、どういう喋り方したかって。僕まさか、あのね、よくね、他のところに電話するときには私必ず録音するんですよ。でもなんで西田昌司の事務所のときに、そのとき録音しなかったかって、まさかこんな対応されるとは思えへんかったから。一時でも国を憂いで、同じ方向を向いてくれとった議員やったからこそ、私はまさかこんなこと起きると思えへんから録音しなかった。録音しとけばよかった。そして一般の人に聞いていただきたかった。この録音した内容を、この西田昌司事務所の事務員の言ったことを、びっくりしますよ。通報しましたからねって。なんなのそれって。本当にもうね、いや、国でも西田昌司事務所でしょ。ほんまに。ちょっとあと1分だけ。ほんなら30秒。だね、いい加減ね、気持ち、心を入れ替えなんだあかんよ。多くの西田昌司議員に対してがっかりしてる。ほんで、そんな議員やから、やっぱりそんな事務所も対応なんやと。いうことですよ。これをもう一度ね、3年経った今、あからさまにしとけたんだいかんなと、一般の保守の人らに分かっとってもらうなんだいかんなと、こういう人間やからこそヘイト法、スピーチ法を作った、日本人の言論弾圧の法律を作ったと、終わるて、いうことです。いや、もうこれは言わなあかんや。常識あるね、共同市民の皆さん、よくよく考えてくださいよ。ね、参議院議員、西田昌司議員、私はね、治っていただきたい、変わっていただきたいんです。昔のあなたに応援一時でもしとったもんとしては。以上です。あの、人さん、うん、人さんはええでしょ。あ、うん、僕は荒牧です。昨日電話くれたんですね、あの、対応したもんですよ。あー、そうなんですか。触らないでしょ。一旦ちょっと止めて。いやいや、顔落ちしませんよ。人さん、人さん、オタクだの顔は取れへんから。いいですね。ほな、人間顔。これなんて来たか言うと、西田昌司事務所前に抗議ね。これ北朝鮮、日本人拉致した北朝鮮、それとその傘下の朝鮮総連、そしてその傘下の朝鮮学校を擁護するような活動をしてるわけですよ、西田昌司は。電話ね、あれ、そこの肝心橋公園、朝鮮学校が半世紀以上にわたり不法占拠しとった。顔取れへんから。そして警察行政に近隣住民の人が何を言っても相手にしてもらえなかったときに、僕どこに来たんですよ。対応した。不良外国人を排除する活動をしたから僕のところに相談が来た。そして僕はきちんと僕らが排除したんですよね。
答えてきた。それが標的基準ですよ、これ。電話せんから。ね、自分らが何もしなかったんでしょ。医者はこれ。え？これここ来て。ね、近隣住民の人が遊べない。え？それを行政に頼んでも。それは、うん、え、朝鮮総連にペコ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 してるから何もできない。そして、仕方なしに許可あるんですよ。近隣住民の京都市民が僕どもに頼み込んで、ここは回復したんですよ、これ僕らが。改選許可とかない。これ何がヘイトスピーチですか、これは、西田昌司。ちょっとだけ。ねえ、これね、西田昌司はね、この経済対策とかね、立派な理論で基づいてね、そういう経済理論を持ってんねえからね、いらんことを、ね、余計なことを言っちゃかまんとな。経済対策だけしときなさいよ、自分の得意分野、ね、京都の安藤さんと組んで、ちゃんとしたらね、現代貨幣理論に基づいた、あなた、その理論をちゃんと知ってるんやから、ちゃんとやりなさいよ、なんでこんなわけのわからないこと言うねん、草話とかね、あんたね、反社会的勢力ですよ、北朝鮮傘下の朝鮮総連、これね、50年間、トヨタに立った朝鮮学校の先生が言うてます。多くの卒業生が日本地なしに手を染めたと。でもこれ、そういう人間を擁護してるのが、この西田昌司。そういうやからは許すわけにはいかない。僕ね、うん、教えてほしかったんですよ。ね、何を。だから、余計なことせんでええんや。大阪の上司。西田昌司は。あれに。そしてこのね、西田昌司、この報告警察スピーチを作りましたけども、もう日にちも決まってる。これね、朝鮮学校関係者がでっち上げやったんですよ。教えてほしかったんです。僕らに、僕らが朝鮮学校の子供を殺すぞ言うて追いかけた言うてね。そして、法務省にそれを訴えたんですよ。そんな教えてもらうのにね。法務省にね。そしたら、法務省もね、そんなことはね、確定できてへんって言うんですよ。はっきりしたら分からへんからね、審査できない。何を言うてんねん。大阪府警の警備が見てますやんかいな。僕らが、朝鮮人の、朝鮮学校の子供を追いかけて、ね、殺すって言うてないことを、ちゃんと大阪府警の警備が、証言されております。なんでそこに来たへんねん、お前は、法務省は。ね、法務省、お前、このヘイトスピーチ法作ってんから、君は法務省と話できるやろ。なんで法務省にちゃんと審査するように言わへんや。明らかにこれはですね、日本人はね、朝鮮人が悪いことをしても言うたらダメ。しかし、日本人は朝鮮人にボロかすられても、何しても構わへんって言うとんのが、この石田昌司。こういうやついるさっきいかん。そして、最後に、最後、ほんまにあなた安藤さんと組んで今コロナの保証せなあかんやろ、あらり保証とか。だから君は現代貨幣理論っていうね、素晴らしい理論を理解している数少ない議員やから、安藤さんと組んでしょうもないね、北朝鮮とか朝鮮総連にペコペコせんと、自分の得意であることをやって訂正催眠って書いてるでしょ、あなたのモットーは。訂正催眠に基づいてちゃんと経済対策しなさい。余計なことに手を出さないように。以上。これで終わります。うん。飲んでへんよ。はい、消そうか。うん。色白いから。瀬戸さん、瀬戸さん、消します？あ、ちょっと待って。ちょっと話聞いてください。飲んでね。